足を引っ張るもんか。やあ、やあ、いい品が揃う。また来てね。
また来てくれよな。いや、行くとしよう。行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない気候種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。拠点を立てな。行ってやろう。相手する。討伐しといた方が良さそうだ。新兵、やるぞ。狙い通り。無駄だ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。急いで拠点を作れ。あんなの余裕だ。そう、また巨人か。続けて鉢合わせるとはついてねえ。狙い通り。敵の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。
他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。あんなの余裕だ。なんでこんなに巨人が出るんだ。狙い通り。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。完璧だろ。倒したよ。巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか作戦が機能してねえのか。見ろ、変弾だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。その調子で頑張ってくれ。狙い通り。トライだ。うざま。助かったよ。この辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。
でに陣形が乱れちまってるようだな。新兵、しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。行ってやろう。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。巨人が出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。完璧だろ。お前なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。この状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、戦団が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、戦団の方へ行ってみるぞ。死ぬ、殺される。
さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。あの縁だ、右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を引き入れてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ、あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。解決した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。フーだけの他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。行ってやろう。シンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。助かったよ、巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。苦戦してんのか。まずいな。無事だったみてえだな。僕は平気だ。明日まといにはならない。こっちを手伝ってくれるか。狙い通り。うん、行ってやろう。取られた。落ちた。狙い通り。落ちた。無駄な。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。あの縁談、助けが必要だな。エレンなら、あいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあ、エレンはどこにいるってんだ。
この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。どんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。行ってやろう。もらえた。落ちた。もらえた。狙い通り。潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。当然さ。
ここが拠点さ。少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。相手する。ほらよ、あんなの余裕さ。言ってやろう、倒すさ。相手する。言ってやろう。この野郎、刃をぶち込まれてえか。精度が普通のやつの比じゃねえ。知性のある巨人への認識が甘かった。守りやがった。じゃあ死に急ぎ野郎の仇を取ってくれ。動きが止まった。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。